浦門青山学院大学継続浦和ルーテル学院小学校、中学校、高等学校は埼玉県埼玉市緑区大崎3642にある私立小学校、中学校、高等学校。青山学院とは継続校であり、付属学校ではない。キリスト教系のかつ埼玉県で最初のミッションスクールである。1953年創立。 1974年から、浦和ルーテル学院と解消。公明の、ルーテルは、16世紀のドイツの神学者、マルティンルターに由来している。神と人と愛する人間、神と人とに愛される人間を、見学の精神として、豊かな人を12年間で育てる学校を目指している。生徒数の定員が小学校、高校すべて合わせても720名と、小規模の学校であり、 一クラス約三十名となっている。高校の生徒数は約百六十名。小学校、中学校は決められた制服があるが、高校では制服はなく私服である。同じ日本ルーテル教団系の学校として、反応市に、聖望学園、中学校、高等学校がある。二千十五年度は、東京大学への合格者を輩出するなど、進学指導にも重点を置いている。 裏枠駒場にあった、旧校舎授業初等部、中等部、高等部に分かれている。1学年2クラス、1クラス定員30名による、少人数教育と初等部から高等部までの12年一貫教育。学院全体で800名程度の少人数制。1から4年生は、担任教師が、ほとんどの科目を教えるが、5年生からは、教科担任制。授業は、 小学1年生の頃から英語、聖書を習う。英語はネイティブの教師と日本人の教師がペアでが教える。2009年度現在、小学校は最大6時間、中学校は最大7時間、高等学校は最大8時間となっている。9、10、11年生は一定の条件を満たし、教師の推薦を得られれば、夏にアメリカへ行くことができる。 ホストファミリーと1ヶ月過ごす。行事小学校から中学校まで年2回、夏と冬に学院所有の山の上学校という福島県の宿泊施設に行く行事がある。夏は登山、テントパック、繁忙水産、キャンプファイヤーなどを行い、冬は技術、スピード検定取得を目指しレベル分けされたスキー実習を行う。9月に行う学園祭のことをスクールフェア。 卒業式のことをコメンスメントと呼称する。1990年から中、高等部生徒全員参加による競歩大会が行われている。当初は1 0トルコースだったが、1996年から3 0トルに伸ばし、毎年10月か11月に開催されていた。2010年より2 0トルコースへと短縮された。なお、 前年の2009年11月6日に行われた競歩大会にて3年生女子生徒が死亡する事故が発生している。施設休校者の時は校庭が非常に狭いため、秋ヶ瀬にグラウンドを所有し単育祭や球技大会を行っていた。土曜日は主にサッカー部、野球部、テニス部が活動を行っていた。また2008年には秋ヶ瀬公園の近くに 天然芝のサッカーグラウンドを設置。25メートルの温水プールがあり、専門コーチによる指導が行われる。現在は新校舎への移転に伴い大きな工程ができ、体育祭などの学校行事も敷地内にあるグラウンドで行っている。礼拝初頭部は、月水、木曜日に、中高頭部は月、日、水、木曜日に、HR 礼拝を行う。初頭部は火 木曜日に中高等部は金曜日に体育館において合同礼拝がある。朝の礼拝と終礼の計2回礼拝がある。月の一番初めの月曜日にアッセンブリアーと呼ばれる全体礼拝が行われる。また火曜日、木曜日の朝に初等部全体礼拝が行われる。イースター礼拝、クリスマス礼拝も全校生徒で行われる。その他学校から 北浦和駅間のスクールバスがあるが、休校舎の時は、高等部は、原則徒歩通学であった。現在は立地の変更に伴い、高等部もスクールバスを利用可能である。一年に一度、光の子というテーマ自由、全学年共通の文集を作る。ありがとうございます。